ノーブル西欧国、巨大な湾によって南北に分かれたその国土はリエスティーゼ王国の南西に位置していて、その東スレイン報国との境界に広がるアベリオン丘陵に生息する多様な亜人部族による侵略から身を守るため、半島を縦断する長大な防壁を築いていました。オルランド、そろそろ交代の時間だぞ。報告はどうした？こいつらしきパベル・バラハ兵士長殿、本日も異常はありません。旦那のように暗闇を見通す目があれば俺も夜晩を付き合えるんですがね。この目は訓練で得たものだ。お前も欲しければ鍛えればいい。訓練で得られるならそれも才能ですよ。旦那自慢の娘さんのようにね。そうだな。なかなかに優秀な娘だ。とはいえ、なぜ聖騎士などになろうとしているのか。まあ、同じ聖騎士である母親に憧れを抱く気持ちはわからなくもないが、あの子には剣の才能がない。弓の才能ならあるんだから、憧れるなら父親の俺がいるだろうに。そもそもあの子は芋虫を怖いと泣くような。旦那、間違いない亜人だ。スネークモンだな。それで旦那、どれくらいいるんだ？旦那、数が増えてきている。これはもしかするとまずいぞ。アーマット、オーガ、あれはケイブンか。国家総動員令が発動されるかもしれないな。よく見えないんだが旦那、敵の大将は見えたかい？いや、今のところ敵の視界らしき姿は発見できない。お前たち、いつでも撃てるように準備はしておけ。はっそろそろお前も自分の隊に戻ったらどうだ？そうさせてもらうぜ旦那。気をつけてな。ああ、お前もな。ねえや。撃ちますか？まだ遠い。だが車線は取れるよう移動を開始。俺の命令を待て。そこで止まれ！ここより先は西欧国の領土である。貴様ら亜人どもが来ていい場所ではない。早急に立ち去れ。はじめまして、西欧国の皆さん。私の名前はヤルダ・バオトと申します。大悪魔ヤルダ・バオト、私をご存知の方がいるとは光栄です。いかにもリエスティーゼ王国で拍手喝采の宴を催したのは私です。ですが、そうですね、私を呼ぶのであれば魔王ヤルダ・バオトと呼んでいただきましょうか。魔王ヤルダ・バオト、私はこの国を地獄に変えるためにやってまいりました。悲鳴が、呪詛が、絶叫が延々とこだまするような、そんな楽しい国にしたいのです。そのようなことを許すと思っているのか。この防壁は西欧国の最初の守り、そして最後の守り。これより後ろにある西欧国の民たちの安寧、お前たちに踏みにじらせたりはせぬ。それでは始めましょう。こちらからもプレゼントを差し上げます。第10位回魔法メテオフォール。その剣で自分の喉を貫きたまえ。集まるのが遅いですね。それでは攻撃を開始してください。悪魔たち、魔人たちの支援を行いなさい。それとある程度の人間たちをうまく追い立てるんです。砦から誰一人国に返さないなどというバカなことはしないように。さて計画は今のところ順調ですが、きっとあの御方は私が想像すらできない最善の結果を見せてくださるのでしょう。あの御方から学び、より優れた私を目指し、さらなる忠勤に励む。ああ、なんと素晴らしいのでしょうか。